皆さん、こんにちは。国民民主党参議院議員の河井隆則です。現在、ワクチンの3回目の接種、いわゆるブースター接種の取り組みが進んでおりますが、1回目、2回目と違い、なかなか3回目の接種率が上がってこない状況の中、自治体はその取り組みに苦慮している状況が続いております。そうした状況の中、先日、私の家にも、 3回目ののワクチン接種の案内が参りましたこれまでの1回目、2回目も含めて、私自身、自治体のワクチン接種に参加をしておりますが、今回、モデルナ社製のワクチンの副反応が強いといったような SNS 上での話題が、3回目接種の進捗の障害になっているといったような指摘もありましたので、あえて3回目のワクチン接種は、1回目、2回目のファイザー社と変えて、 モデルナ社製のワクチンを接種することで、交差接種をしてみようと思い立ちました。先週末、ワクチン接種に行きまして、その後、2時間おきに自分自身の体温を、検温を行いまして、状況を見てまいりました。そういたしましたところ、1回目、2回目と比較して、私自身は全くモデルナ社製のワクチンによって、腫れたり腕が痛くなるということはございませんでした。また、 体温についても、私は平熱が35度8分が平熱でありますが、20時間ほど経ったところで36度9分まで体温は上昇いたしましたが、その後体温は下がりまして、結局2日目の晩寝て、その翌日起きた時には全く問題なく生活を送ることができました。そうしたことから私自身の体感では、ファイザー社製、モデルナ社製、 いずれも変わりなく接種できるということを自分自身の体を持って体験をしたということであります。様々な情報が飛び交っており、不安を感じていらっしゃる方もいらっしゃると思いますが、ブースター接種を行うことで、体の中の抗体価を高めることができれば、ウイルス感染を防ぐ高い効果が得られることは、科学的にすでに立証されております。ぜひともリスクとメリットを皆さんが正確に把握していただいた上で、接種の機会が来たときには、 迷わずに早く接種していただくことをお勧めしたいと思います。本日のご案内は以上でございました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。